説明して、一体これは何なの？冗談はやめろって。この山のようなオタグッズは全部お前のだろうが。は？ちょっと言ってる意味が分かんないから日本語で喋って。それともマジで言ってんなら病院行った方がいいんじゃない？だからこれはお前が集めた宝物だろう。ったく寝ぼけてんじゃねえぞ。そんな嘘で私が騙されると思う？騙してなんかねえよ。これは全部お前のだ。はあ？いい加減寒いからその嘘やめてくれる？てめえこそいい加減にしやがれ。俺が嘘つく理由がどこにあんだよ。それはでもうるさい。とにかくこれ全部あんたのでしょ。とっとと持ってってよ。大方自分の部屋に隠し場所がないからここに隠してたんでしょ。そんなことができるとマジ思ってんのか？何よ、まだしらばっくれる気？だいたいこの手のものをわざわざ妹の部屋に隠すか？もっとマシな場所ならいくらでもあるはずだろうが。私が知るかってな。だからこうしてあんたのこと呼んだんじゃん。それに京都土産もそれっぽいし。それっぽいってご当地メルルのことか？そう、だからこれらがあんたのものだって思ったわけ。話にならないな。うるさい。とにかく全部あんたが悪い。んだそりゃ。だってあんたが京都から帰ってきてからわけわかんないことばっかだし。さっきから黙って聞いてや勝手なこと言いやがって。わけわかんないのはおめえだろうが。何それ。